えー、磯光夫さん、これ、えー、これ、わかりますこのエヴァンゲリオン。はい、で、これ、アニメーションワークの,あの本が出てるんですよね。で、まあスーパーアニメーターなので、その仕事はどういうものだったのかみたいなことがわ、まあ、かるようになっておりますね。で、さっき言った磯さんの仕事、なんと奥野さん、いやー、すごいね、逆襲の車その後はね、ポケットの中の戦争をやってですね。 つまり富のありガンダムなしガンダム両方やってるってことですよねこれね。いやーこれでだからエっていうかその、ね、ポケットの中の戦争をやってるっていうのが磯さんっぽいですね。そうねうん、うん、でちょっと調べるととんでもない作がやってるのが分かりますねこの方が。俺はやっぱりそのためとか重量感とかすごいなと思う。 時代の,<や>のメインストリームしか歩いてきてないじゃないですかいやだから逆に言うと陰でずっと支えてた人なんだねはい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 、うん、であの名シーンもこの名シーンも磯さんが書いてたっていうふうに言われてますよだから真ん中はジブリでしょ、うん、でその後、うん、エヴァンゲリオン行って広角やってるんですけどイノセントやりますからだからまあ抑えてますよね,ね<ー> <laughs> <laughs> とんでもないとんでもない、えー、仕事量をやって。 おりますねだからつまりこの3人の神様が日本のアニメーションの世界にいるじゃないですかこの3人の後ろにずっと磯がいたというね磯つ、うん、がいたよっていう話ですよねでこの3人が奥野んさん面倒、はい、くさい人じゃないですか。<laughs> まあ、ほやらかで快活な人ではないですね、三人ともね。うん、三軒者、共通の主張があるじゃないですか。<laughs> 三軒者の主張は、基本的にアニメなんか見るなって言いながらアニメ作ってる人ですよね。 だからあの特に宮崎さん、まあ安野さん,あ富野さんもひどいけど、あの安野さんもそういうところありますよね。うんえー、だから、安野さんは脱出するまで時間かかるというか、脱出できない自分をずっと自傷し続けるっていう、傷つけ続けるっていうのが安野さんなんで、安野さんはだから、見てるものと一緒にリス化をしてたんですよね、自傷行為をずっと一緒に、見てるものと一緒にする人っていう。うん、<laughs> でと、富野さんは、あの、まあのまなんていうのかな。 まあ、まあこの二人一緒だよね。出てけっつってんだよね。アニメの世界からね。で,で、これをかん真後ろで後ろあの支えてた人間は、あの、アニメ作ってんじゃんって思ってたと思うんですよ。<laughs> <laughs> 見るなって言いながら。これ、電脳コイルの何か構造に似てませんかメガネ遊びはやめなさいって言いながら、私もやめられないけどねって言ってますよね、大人がね。 電脳の、えー、眼鏡、ガジェットをつけて、えー、生活しているっていうことが不自然だって大人たちは分かってて、分かってんだけど、やめることができなくなってる男大人たちなんですよ。<laughs> だからね、あのー、物語の最後の方で眼鏡取り上げますけど、大人たち眼鏡してるんですよね。<laughs> この辺がこの辺の矛盾が、えー、三軒者の矛盾とすごくリークするのがすごく面白いなと思ったんうんつまりね、あのー、失われた子供たちの,その自然のとの暮らしっていうか、うん、あそれまであった昭和の子供たちの暮らしみたいなものがなくなっていくなくなってる代わりに、えー、アニメが入っていった漫画が入っていったっていう、うん、つまりバーチャルなものが入っていくんですけど奥野、うん、さんこれ触れないものですよね。 まあそうですね、はい、そ,うそういう意味ではその仮想,<あ>仮想です、ね、仮想なんですよ、アニメって。うん、だから、つまりそのバーチャルなものの中に魂を吸われてたっていうことですよね、アニメを見てたってことは。で、それが過剰になりすぎるから、危機感を持ってアニメを作ってたのがこの3人だったと思う。磯さんは、それをその次の題に回答を出さなきゃいけなくなっちゃったんだよね、これね。 なるほどね、それでこれ分かってんのにまだアニメ見せんのかってなるわけ <laughs> で自分もアニメ好きじゃないか目に見えないもの触れないものを否定するっていうことはアニメそのものを否定することになっちゃうんじゃないかっていうことを <laughs> 自己矛盾があるじゃないかとうこれが背後に、ね、あるんですよ伝脳コイルのつまりねアニメーター物語としてね安、えー、野さんとかめっちゃ面白いですけど アニメーターの個人誌と作られた作品っていうのもあるんですけどあのこういう作家主義俺大好きなんでさんのこののこももすすごく濃厚にそれですよねうん、うん、だから時代の問題を、えー、向き合った個人作家として向き合ったそして大人として向き合ったうん、えー、も人が作った、えー、アニメーションっていうのが「あ電脳コイル」だったんだなっていうねこの本物の世界で生きろって えー、いますが、<laughs> 賢者たちはあの、ちょっと待てようということですね。あちなみにこの律子の三賢者、覚えてますか律子、うん、の三賢者、東方の三賢者ありますよね、<laughs> はい、エヴァにね。はい、であの、お母さんは女として生きるのか、はい <laughs> で、その仕事として生きるのか見て悩むじゃないですか。うん、あの回、えー、は磯光さんが作ってます。 らあら、はい、いい回だ。どうでもいいですけどね。はい、066年生まれということは僕と同じことなので、だいたい同じものを見ているということで。で <music>